今日はですね、僕らの、才能、あるいはですね、成功をつかむためのですね、こういうチャンスをですね、ものにする、能力ですね。こういったものをどうやら下げてしまうものがあるよってことがですね、今回の、研究では出てますんで、これを今日はご紹介したいと思います。まあ、やっぱり中には、すごい才能があるのになぜか成功しないとか、一生懸命努力しないのに、なぜかこう、今一つ届かないって人いるじゃないですか。で、こういう人って何が原因なのと。要するにその、地頭はいいんだけど成功しない人がいますよね。例えば、大学はね、ストレートで東大に入って、東大の大学院まで行ったのに、なんか仕事とかですね、何かでこうね、なかなか成功しなくて、結局ですね、30とか40手前になっても、家庭教師してるみたいな人とか、時々いますけど、それがいいか悪いかは別として、好きやってないんだったらいいんですけど、そうじゃないんだけど、こう、才能がこう、芽吹かない人っているじゃないですか。あれって何なのって話なんですが、実はですね、ある、心理的なですね、特性が原因で、こういう風にみすみす才能を無駄にしてしまうって人がいるんですよ。だから今日は、才能を無駄にする人、無駄にしない人、この違いについてご紹介したいと思います。今日のですね、研究はアムステルダム大学などが行った研究ですね、646人のですね、双子を対象にしたものです。IQ が低い人にですね、特有の性格ってあるのかってことを調べたという、そういう研究です、もともとは。で、これで今、なんで IQ って言ったかっていうと、実は僕らの IQ って結構変動するんですよ。お金が足りないっていうふうに思ったりとか、時間が足りないと思ったりとか、ね、僕らって何かが足りないと思うですね、ことって結構あると思うんですけど、この何でもそうです。時間でもお金でも友達でも、何かが足りないって感覚は僕らの IQ を下げるっていうふうに言われてるんですよ。ってことは、そういう、ね、何かが足りないって感覚とは別に、もしかしたら、その個人の性格のせいで、本来の脳のスペックは高いのに、その性格の問題で IQ が下がってしまって、結果、本当は頭がいいし、チャンスをつかむ能力があるのに、いまいち成功できないという人がいるんじゃないかということを調べてくれたのが今回の研究ですね。研究のですね、この実験のデザインはすごく簡単です。全員が IQ のレベルを調べまして、これをですね、性格、特性、いわゆるビッグファイブですね、性格を測るですね、テストと比べて、どういうですね、関係が出るのかってことを調べたんですね。その結果何が分かったかっていうと、メンタルが弱い人、性格で言うと神経症的傾向って言うんですけど、が、強いっていうふうに言うんですけど、このメンタルが弱い人ほど IQ がですね、低いということが分かったんですね。これ研究チームが言うには、やっぱりこのメンタルが弱い人ってのはですね、すごく敏感な性格だそうです。で、感情的になってしまうと感情に振り回されたりしやすいし、あと心配事も多いし、あと自分の気分にも他人の気分にも振り回されるんで、すごい気分やです。乗るとすごいんだけど、乗らないとなかなかこう手を、つけないわけですよね。で、鬱とかにもなりやすいと。で、さらに睡眠の質もですね、悪くなりやすいので、そういった点からもですね、やっぱりどんどんメンタルが悪くなりがちな、人。これがですね、メンタルが弱い人と、いうことなんですけれども、これ、この研究ではですね、何が分かったかっていうと、このメンタルの弱さっていうのが、どうやら、僕らの IQ とか、脳の処理速度にも影響を与えてるんじゃないかってことなんですよね。で、実際にですね、このメンタルが弱い人ほど、IQ がですね、高いっていう傾向は実は出てるんですよ。逆なんですよ。今日はメンタルが、弱い人ほど、実は IQ がね、下がっちゃってるんだよっていうですね、研究なんですけど、地頭で言うと、IQ の弱力、メンタルがですね、弱い、性格の人ほど IQ が高いんですね。頭がいいんです、本来は。でもなぜか、実際にですね、測ってみると、差としてはですね、メンタルが弱い人の方が低く出やすいんですよね。で、これ何なのかというところなんですけど、これ、実はですね、メンタルが弱いことが問題じゃなくて、メンタルが弱くて、不安を抱えてるかどうかが大きな問題だったんです。つまり、メンタルは本当に弱いと、僕もそうですよ。メンタルは弱いんだけれども、でも不安の処理能力が高いとか、後からもともと生まれつきな性格ではメンタルが弱いんだけど、それを瞑想したりとか運動したりとかいろんなトレーニングをして、メンタルを強くするというか、不安を抱えないで済むような性格にですね、自分を変えていった人たちっていうのは成功するんですよ。一方で、メンタルが弱くて、不安に取り憑かれちゃってる人とか、不安とか心配事が多い人っていうのは、IQ が下がっちゃうんですよね。面白いですよね。だから、地頭はいいんだけど、モラハンの剣なんです。メンタルが弱いっていうのは、すごい才能を秘めてるんですよ。例えば集中力も高いし、今言ったみたいな IQ も高いんですよね。アーティストとかになったら、やっぱりメンタルが弱い人の方が成功しやすいんですよ。ただ、このメンタルの弱さのネガティブな部分、不安にとらわれるとか、心配事に弱いとか、感情の起伏が激しいとか、こういうのをちゃんとケアしてあげれば、強い才能が活かせるんですよ。頭の良さとかクリエイティビティが活かせるんですよ。一方で、メンタルが弱くて、で、このメンタルの弱さのネガティブなさっき言ったポイントをですね、ケアしないで、カバーしないで、ただ単にメンタルが弱いだけだとどうなるかっていうと、心配事に振り回されちゃって IQ が下がったりとか、あとはタレントさんとかでよくいますけど、使っちゃいけない薬に手出したりとかね、なんかこう、やばいことに手出したりとかして、失敗する人っていますけど、こういう風にですね、実はメンタルが弱いっていうのは、モロハの剣で、自分なりにそのメンタルの弱さをちゃんとケアしたりとか、うまく付き合う方法を知ってるかどうかで、どうやら天国と地獄に分かれるんじゃないかってことがですね、示唆されるのがこの研究なんですよね。これ面白いですよね。今のあの話は僕の考察が海内に入ってますけど、でも実際にこの実験でもですね、この神経症的傾向、メンタルの弱さに伴う、
この不安のですね、ネガティブな影響っていうのをですね、覗いたら、IQ のレベルっていうのはですね、平均レベルに戻ったんですよ。つまりどういうことかっていうと、この研究だとメンタルが弱い人っていうのは、IQ が低いっていうふうに出てるんだけど、実際このメンタルが弱い人が抱えてる不安の影響を引いたら、調整したら IQ っていうのは普通に戻ったんですよ。つまりメンタルが弱い人の IQ が落ちてるように見えるのは不安とか心配事を抱えてるからじゃないのっていうですね結果も出たりするんですよね。そうだから生まれつき IQ が低いわけじゃないです。むしろ生まれつき IQ が高い傾向があるんですよ。あのメンタルが弱い人っていうのは。ところが、不安のせいでこの自分の脳のスペックが下がっちゃうっていう傾向があるからこのせいで低くなってるかもしれない。だからもしかしたら皆さんがですね、IQ テストやっても IQ があんまりね高くないし、自分はいろんなねのこだわったりとか、何かねスイッチが入った時ができるのでそうじゃない時はうまくできないっていう風に思ってる方はこれただ単に自分の能力が低いとか俺は才能がないとか諦める前に不安とか心配事とかとの向き合い方を変えたりとかあとはその自分が持っているそのメンタルの弱さっていうのをですね乗り越えるためのトレーニングとか訓練こういうことをしてあげれば、今まで逃してきたチャンスとかね自分の中で開花してない才能とかが、出てくる、可能性が、あるよってことがですね言えるとそういう話なんですよね。だからぜひですね皆さんメンタルが弱いとか、なんかね、気分屋で、ね、乗った時しか仕事ができないんだけど、でも何かやってみたいと。でもなかなかアキっぽくて続かないという方は、このメンタルが弱い性格をですね、ちょっとカバーするような、テクニックを使ってあげたらいいんじゃないかなということで、今日の続きの動画はですね、二つ動画をご用意しております。一つ目がですね、メンタル弱い性格をそのものをですね、変える、メンタルが弱い性格を変える10の行動ということで、これでメンタルが弱い性格を遺伝子的に変えれるわけじゃないんですけど、少なくともメンタルが弱い人たちが悩んでるような、今言った IQ の低下みたいな話とか、あとは心配事に振り回されるって感覚を減らすことはできるよねっていう10の、行動をですね今日の続きの動画でご紹介してます。であとは IQ に関しては IQ の上げ方の話もですね、今日の続きの動画として入れておきます。まあ、IQ ってねなかなか上がらないんですけどでも IQ って5ポイント上がれば人生ね劇的に変わるぐらいの、レベルでですね変わりますんで、IQ120 まで上げれば勝ち組、科学的に正しい IQ の磨き方という動画をですね今日の続きの動画として番組タイトルの説明欄と動画のコメント欄の方に入れておきます。ちなみに IQ120 まで上がったらですね、まあ相当成功するでしょうっていうレベルの数字です。120っていうのは120で全体人類の 90% より上ですからね。うん。で一応この研究では全部が全部皆さんに同じ数値でね、引くとは限らないんですが、一応全部やってもらうと22ポイントぐらいは最大で IQ が上がるんじゃないのっていうですね、やり方をいっぱい、紹介してますので、ぜひですねこちらの動画もチェックしてみてください。で今日のおすすめ、の本ですけど、おすすめの本はですね、でもやっぱりねメンタルが弱い人ってやってみようとか頑張ってみようって気分にならないって方も結構いると思うんですが、こういう方のためのですね、おすすめの本です。ビル・ゲイツさんもおすすめしている、マインドセット、やればできるの研究という本をご紹介します。うん、なんかモチベーション湧かないなとか、チャレンジしてないかな、仕方ないと思わないなって人にぜひ読んでもらいたい、本です。やればできるの研究ってなんかスピリチュアルっぽいというか、自己啓発っぽいんですけど、そもそも、僕らがやればできるっていうふうに、思うにはどうすればいいのか。てか、正しくやればできると、実はチャレンジして、実際に達成できるのやればできるって感覚って、どうやったら作ればいいのってことですね。挑戦する力を作るためのですね、知識が書いてある本です。ぜひ、そちらもチェックしてみてください。